你能打一下。これじゃまるで欲求不満の紐でじゃないの。あの男がパンツなんか履いてるから悪いのよ。このことがあの男に知られたら兄弟ルールの大違反になる。それでよう、義兄の下着を盗んだ。変態じゃん。へえ、下着を盗むのも変態行為じゃないと。イリドくん、お兄ちゃんだろうが、変態妹か。